はい、どうも翔平 TV です。お待たせしました。あっぱれさんとの試合の後半戦です。前半戦はですね、制球が全く定まらず自分でピンチを招いてしまいまして、3回で2失点をしてしまいました。この時はですね、ストレートが全く入れなかったので、スライダーを中心としたピッチングに切り替え、なんとか打者を抑えて三振も取り、2失点となりました。そしてお待たせしました、4回からの映像をご覧ください。というわけで4イニング目となります。4回初回のバッターはカモシーさん、 BC リーグ新潟アルビレックス出身の選手です。まずはスライダーでストライク、そして2球目、曲がるスライダーで2ストライクと、2ストライク追い込み、次のボールが少し抜けましたが、緩急を使ったスライダーで三振と、4回で三振7つ目となりました。そしてお次はバッターライパチさん、これはちょっとシュート回転したストレートでストライク。お次はフライを上げまして、セカンドフライアウトとなりました。はい、バッターはカズ山本さん、徳さんが言っております。その通りスライダーしか入りません。こちらもスライダーですね。これで2ストライク、2-2となりまして、アウトローにと思いましたが、ちょこんと当てられライト前ヒットを打たれてしまいました。非常に悔しい結果となりました。4回までで被安打は2本と。そしてバッターは渋沢淳君、はい、これもシュート回転したストレートです。ストレートでファールと。で、次の球でファーストのファールフライでアウト、でチェンジとなりました。はい、そして5回翔平ラストイニングということで、気合い入れて挑みました。バッターは徳さん、1、2打席目四死球のためしっかり勝負してません。徳さんは本当に自分の間で打席に入っているため、構えるまでがすごく長いです。これは自分の中でしっかり準備をしてから打席に入っている証拠で、でも勉強になります。ようやくセットポジション、はい、これストレートでボール、高めに行く。やっぱストレートがダメだなと思いまして、ここはちょっとスライダーでカウントを有利にしましょう。あー、やられた。あー、甘いスライダーをライトに弾き返されました。乾杯。試合後に徳さんとお話をしましたが、翔平まだまだだなと言われました。ぜひともまたリベンジさせてください。その後連続四球でノーアウト満塁となってしまいました。バッターは竹俣さん、高々と上がったフライはピッチャーフライとなりました。その後ピッチャーゴロで2アウト満塁、バッターはカモシーさんです。スライダーで空振り、とんでもないいかついスイングです。そしてお次もオニスライダーで空振り。ここから翔平 TV はストレートでねじ伏せたいという気持ちが強くなり、欲が出てしまいました。結構強めのスライダーとストレート、
これはストレートからのスライダーというフェイントをかけました。でこれもスライダーが外に外れまして、フルカウントです。ツーアウトツースリー、ストレートが高めに外れフォアボールとなってしまいまして、押し出しとなり3対0となってしまいました。はい、そしてツーアウト満塁でバッターライパチさん、気持ち的には楽に投げられました。キャッチャーフライとなりチェンジで翔平 TV の登板終了。成績はこんな感じです。その後1点を返したものの追加点を取られ、1対4でエクスプレスは敗北となりました。あっぱれの皆さん、今回の対戦本当にありがとうございました。ぜひともまた対戦をよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。